控えに半年ぶりチームに戻ってきました西村が入りました。仲間とコンビということで予想では諸岡右、仲間左とセットしました。 J1 リーグ第23節横浜 F マリノス対鹿島アントラーズの一戦がスタートしました。相手ボールになりますと鹿島はフラットな 4-4-2 に近い形で今ブロックを作ります。エーベル、木田がミドル打ちに行きます。枠を捉えてました。いや、いいと思いますね、はい、今度は柔らかいボール抜けてきました。セカンドボール戻す、突っ込んだ、先制鹿島。空中戦の応酬、最後は知念、その前は上、加藤広げてエドアルド、エウベルも広がってますがエドアルドクロス、こぼれてきた、アマルだ。チャンスボール見逃しませんでした。同点、スペースを狙った縦パス、早川がハンブルしたボール見逃しませんでした。アマロ、まあこれは前半終了です。1対1対スコア、まあ、先行された苦しいゲームではありましたが F マリノス追いついてみせました。鹿島ボールで後半がスタートします。お互いにハーフタイム選手の交代はありませんでした。イアンマテウス、天野得意の左足打ちに行きます。天野フリック逆転、ゴールそこ、逆転です F マリノス。エドアルドのバックフリップ、フリックしたボールがそのままセカンドポストでしたね。今フリックしてこのファーポスト次の選手が入ってくるのかなっていう感じもしなくなかったですけど、ノーノ横パスで柴崎から知念、ちょっと当たってませんでしたか。渡辺豪太、エーベル、ヤンマテウス、内側オーバーラップ松原でしたが横パス、ヤンマテウス、エーベル、大きな追加点が F マリノス。冷静にコースに流し込みました。これで3対1、今のフィニッシュは落ち着いてます。加藤蓮から左エウベル、柔らかいボール、アンデルソン・ロペス、その後ろ、いやアンデルソン・ロペスクロスバーに当たります。これですね、エウベルのクロス、足を出してクリア、それがバー直撃、よく足出しましたよ。もう西村とするともらった、はい、でまあ、本当にあの点をこう今シーズン初ゴールのエウベルですけどね、やっぱそれも西村なんかも絡んでますし、山根、宮市、西村、大外から松原折り返し、見事ニアで触って追加点4対1。最後上中は松原のところに行きましたけれども触りましたよね。触ったと思います、これはでもマリノスらしいゴールだと思いますね、外入れて試合終了4対1、連敗を4で止めました F マリノス。